アレクサンダー・ビューヒナーアレクサンダー・カール・ルートビヒ、ビューヒナーはドイツ出身の文学者。ダルムシュタットに生まれ、ギーセン大学で法学を学び、在学中に兄・ルートビヒと共に1848年の革命運動に参画した。1849年のバーデン地方の暴動の際には農民の先導を計画した権利で逮捕された後、釈放されている。 その後ミューンヘンで外国語と文学を学び、1852年に哲学の志向師の資格を得て中立ヒ大学に赴任した。ダルムシュタットの革命家で友人であったビルヘルムツィマーマンの仲介で1855年にフランスに渡り、バランシェンヌのノートルダム学院に外国語教師として着任、1862年にカーン大学の文学教授となった。 1870年にフランスの市民権を取得する。フランス語で表された著作は初期の比較文学に属するものであった。また教著でジャンパウルのポネックをフランス語に翻訳するなどしている。兄弟姉妹にルートビヒのほかゲオルク・ビューヒナー、ビルヘルム・ビューヒナー、ルイーゼ・ビューヒナーがいる。ありがとうございます。